エちょうは白木から唐に渡って、密教を学び、インドに法を求めて旅し、上り後天竺国伝を表した構想である。めぐみとも。白木に生まれたエちは幼い頃、唐に渡り、り、719年頃公衆で、南インド出身の僧、金剛里氏サトシから密教を学んだ。この金剛里氏サトシの勧めにより722年頃、カイロインドに向かった。 数年間インド諸国を旅し、中央アジアを経て727年等に帰着、上り後天軸国伝を表した。長安の大募も福寺で引き続き金剛里氏の下で、薬教に従事し、金剛里氏死去後は、福空の指導を受けた。江長は780年に五代山で、大乗床金剛正界、万氏室立肘千八大教王業を訳出した、記録がある。 近年の研究で787年に死去したことが判明した。東高層伝に絵蝶のつてがなく、その伝記は不明なことが多い。合天軸とは中インド、北インド、南インド、東インド、西インドのインド諸国を指す。現状の大東西域機器のように後世に伝承された書物ではなく、フランスの東洋学者ポールペリオが1908年に、 トン抜光バッで発見したトン文献の一つである。書物の守備が欠けているため、最初は誰の著作かわからなかったが、ペリオの研究により、白木像、絵長の著作と判明した。ペリオが発見する以前は、エリンの一切行音義に収録された音義が現存するのみであった。漢文はそれほど達文ではないが、8世紀に入って、 イスラム勢力の中央アジア進出により中国との連絡が途絶えていたインド事情を記録したものとして歴史的価値がある。特にイスラム軍のインダス川流域進度地方侵略の同時大記録として名高い。ペリをはじめ世界各国の東洋学者の研究があり、近年では中国の長武氏の登り後天軸国伝戦略が出版されている。日本では 桑山忠新編さんによる、越長ょ天軸国伝研究が出版されている。AB 桑山忠新編、越長ょ天軸国伝研究、吉田豊。ありがとうございます。